第3代ダーウェントウォーター伯爵ジェームズ・ラドクリフ。第3代ダーウェントウォーター伯爵ジェームズ・ラドクリフは、イングランド貴族、ジャコバイト。1715年ジャコバイト放棄に参加した角で、大逆罪で追訴され、処刑された。第2代ダーウェントウォーター伯爵エドワード・ラドクリフと、レディ・メアリー・チューダーの間で生まれ、サンジェルマン・アンデーにある、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートの宮廷で育った。 あと、ジェームズ二世メアリー・オブ・モデナの求めに応じて、1705年に、父エドワードが死去するまで、そこに泊まった。父が死去すると、ダーウェント・オーター伯爵の爵位とノーサンバーランドの領地を相続した。その後は、大陸ヨーロッパを旅し、1709年11月に、ネーデルラント連邦共和国から乗船して、ロンドンに向かい、1710年初に、 初めてカンバーランドの領地を訪れた。その後の2年間をノーサンバランドのディルストンホールで過ごした。この領地はイングランド内戦の後、祖父の初代ダーウェントウォーター伯爵、フランシス・ラドクリフの国境危機により一時的に取り上げられ、第3代伯爵であるジェームズ・ラドクリフが取り戻したのであった。彼は古いホールを取り壊して、 立派な邸宅に建て直そうとしたが、完成を見ることはなかった。1715年ジャコバイト放棄では、計画に関わった。政府にも関与を疑われ、放棄直前には、国務大臣のジェームズ・スタンホープが、ダーウェント・ウォーター・伯爵の逮捕令状に署名した。ダーウェント・ウォーター・伯爵の身柄を確保すべく、ダラムに死者が派遣されたが、ダーウェント・ウォーター・伯爵は行方をくらました。 トマス・ホスターが老ン王の旗で拒兵したことを知ると、1715年10月6日に、ディルストンホールからの武装した召使いなどを率いて、グリーンリックでホスターと合流した。ダーウェント・オーター伯爵の軍勢は、最大でも70人程度であり、弟のチャールズ・ラドクリフが率いていた。皇軍の計画は、ランカシャーを通過して、スタッフ,フォードシャーに向かい、そこで支援を探すという予定だった。 ヘンリー・オックス・バラ大佐というマール・バラ公爵の下でフランドルを転戦した人物が遠征を率いた。ジャコバイト軍はプレストンを占領したが、直後のプレストンの戦いに敗れた。ホスターはチャールズ・ウィルズ率いる劣勢の政府軍への降伏に同意、他の捕虜と共にヘンリー・ラムリー将軍によってロンドンに連行され、ロンドン島のデブルータワーに投獄された。ニスデール伯爵。 カーン・ウォス・伯爵、シャク、ケン・ミュアシシャク、ウィドリングトン男爵・ダンネアーン・キョウも一緒に投獄された。1716年1月10日、数密院で取り調べを受け、19日に他のジャコバイトと共に告発を受けた。ダーウェント・オーター・伯爵シャクは経験のなさと他のジャコバイトに降伏を勧めたことを理由に、上場釈量を求めたが、貢献喪失と死刑の判決が下された。 御社を求める試みは行われ、まず庶民院と貴族院に対する請願が行われ、2月22日には貴族院から国王ジョージ一斉に御社を求める演説が行われた。ウィドリングトン、カーン・ウォス、ネアーンは執行猶予を受けた。ダーウェント・ォーター・伯爵夫人は姉妹、おばにあたるリッチモンド公爵夫人、アン・ブルドネル、クリーブランド公爵夫人などと共に、 リッチモンド公爵によって、ジョージ一世の寝室に引き入れられ、ダーウェント・ウォーター伯爵夫人はフランス語で御社を求めた。しかし、ロバート・ウォルポールは、ダーウェント・ウォーター伯爵を救うために6万ポンドを提示されたが、見せしめにすべきと考えたとジョージ一世に述べていたため、ジョージ一世の説得は失敗した。1716年2月24日、ダーウェント・ウォーター伯爵は、 タワーヒルで斬首された。彼は、処刑罪で罪を認めたことを悔い、カトリックであることと、ジェームズ三世への忠誠を述べた。ケンミ死者区も同時に処刑され、一方で、ニスデール伯爵は処刑の前日に脱獄した。チャールズ・ラドクリフはフランスに逃れたものの、1745年ジャコバイト放棄の際に帰国して参加したため、捕虜になり1746年に処刑された。 レアーン教は1717 17年時点でも処刑されず、ロンドン島に投獄されたままだったため、1717 17年御社法で釈放された。ダーウェント・オーター伯爵が残守された日、北極光がいつもより明るかったとされ、それがダーウェント・オーター教の光として知られるようになった。ダーウェント・オーター伯爵はすべての称号を剥奪され、財産も没収された。 1748年、庶民院は、ディルストンホールなどダーウェントウォーターの財産を、クリニッジの王立病院に与える、法案を議決した。1712年7月10日、アンナ・マリア・ウェブと結婚した。二人は一男一女を設けた。アンナ・マリアと子女たちは1721年に、ブルッセルに、逃亡。 1723年には、アンナマリアが天然痘で病死した。ダーウェント・オーター伯爵の死は、下記のバラットで言及されている。ありがとうございます。